ハリー・マークランド・モルソンは、カナダの政治家、企業家、ケベック州ドーバルの市長やモントリオール、総合病院の院長、モルソン銀行理事などを歴任したが、タイタニック号の沈没事故によって犠牲となった。ハリー・マークランド・モルソンは、1856年8月9日に、イギリス領カナダのケベック州モントリオールで、ウィリアム・マークランド・モルソンとヘレン・アウグスタ・コンバースとの、 間に生まれた。ハリーの家系は、モルソン一族の中でも影響力のない家柄で、あったが、彼は偶然にもモルソン醸造所の前経営者にしても、ルソン銀行総裁のジョン・ヘンリー・ロビンソン・モルソンから、財産を受け継いでいる。1912年2月、モリソンは、仕事のため、イングランドへ向かった。用を済まし、カナダへ帰国することになった、彼は、その足として3月末に、 カナダ太平洋帰船車の遠洋定期船チュニジアン号を予約した。しかしその際、実業家仲間であるアーサー・ゴット・フリー・ペウチェンに説得された。彼は英国滞在を延長し、ペウチェンと共にタイタニック号へ乗船することとなった。4月10日、モリソンはサウサンプトンからタイタニック号に当選客として乗船した。 彼の船室には C-30 が割り当てられている。4月14日の午後11時40分、タイタニック号は、北、大西洋上で氷山と衝突した。船が沈没し始める中、モリソンは靴を脱ぎ、左現船主方向に見えたという船の光を頼りに、泳ぐ計画を立てていた。しかし、これが彼が目撃された最後の姿である。彼の遺体はついに発見されなかった。 ありがとうございます。